皆さんこんにちは。 Do it yourself 自分で作ろうへようこそ。このビデオでは皆さんにとても小さなマシュマロで作った雪だるまをご紹介します。今回はピンクのマシュマロを使っていますが、白などいろいろな色のマシュマロで雪だるまを作ることができます。今回はさらにチョコレートなどをつけてみました。クリスマスなどにぴったりのお菓子です。ぜひ友達のプレゼントやお父さんお母さんにこちらのマシュマロの雪だるまを渡してみてください。もし興味がある方はぜひこのままビデオをご覧ください。プレゼントなどを今探している方もぜひこちらのビデオを参考にしてみてください。それでは早速始めましょう。今回用意するものはまずマシュマロ。今回はこちらの周りがピンク内側が白になっているものを用意しました。そしてこちらは溶かしたチョコレートです。皆さんのお好きなものを使ってみてください。電子レンジなどでチョコレートが溶けるまで温めていきます。そして木の棒、あとは飾り付け用に綺麗なリボンなどです。あとは透明なビニールの用意してください。こちらに包んでプレゼントしたいと思います。作り方はとても簡単です。まずはマシュマロを木の串に一つずつ刺していきます。一つ目が刺し終わりました。それでは二つ目です。三つマシュマロを刺しました。皆さんのお好みで長い木の串などを使っている方はこのように上と下に二つ雪だるまを作ることもできます。一つだけでもいいと思います。木の串が長すぎる場合はこのように折ってちょうどいい長さにしてください。それでは飾りをつけていきます。木の串を1本用意してください。そして溶かしたチョコレートにこのように木の串を浸して目を描いていきます。次に真ん中のマシュマロにボタンを2つ、一番下にもボタンをつけます。顔などを描き終わったら乾くまでしっかり待ってください。こちらはピンクの雪だるまですが、真っ白のマシュマロを使えば白の雪だるまを作ることができます。今回はこちらのピンクで少し横に長いマシュマロを使っていますが、もし普通の白のマシュマロが家にある方はそちらを使ってください。こちらは目と口を描いて下のマシュマロにはボタンをつけました。あとは皆さんのお好みでこちらの M&M などチョコレートをさらにつけていくこともできます。赤い花などをつけてみても面白いかもしれません。こちらはボタンの代わりに M&M をつけてみました。そして帽子の代わりに M&M を2つ上につけてみても面白いです。こちらのマシュマロを冷蔵庫の中で冷やして固まるまで待ちました。チョコレートが固まったらビニールに包んでいきます。そしてこちらの上にリボンで結んで閉じるようにします。またセロハンテープなどで後ろを留めておくとさらにビニールがバラバラにならないでしっかり雪だるまを包んでおくことができます。あとはハサミなどを使って皆さんのお好みでリボンなどをこのようにカールさせるようにしてください。ぜひクリスマスの時などプレゼントと一緒にこちらの小さな雪だるまも渡してみてください。皆さんのアイデア次第でいろいろな種類の雪だるまを作ることができます。ピンクや白など好きな色で作ってみてください。またお好みで M&M など
他のお菓子などをつけてみても面白いです。いかがでしたでしょうか。ぜひ下のコメント欄にこちらのマシュマロの雪だるまの感想を書いてください。皆さんの新しいアイディアやご感想、ご意見などもお待ちしています。ぜひ下のコメント欄に書いてください。こちらは私のアイディアの雪だるまです。皆さんもいろいろ考えて作ってみてください。今回のアイデアを気に入っていただけたら、ぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。